ちら、セブンイレブンのスイーツ10品を食べたいと思いまーす。もうすぐスプラス3の新たなフェスが始まりますね。今回のお題はあんこ、カスタード、ホイップ、どれが好き？自分はどれも好きなので、どのチームで参加しようか未だ悩んでるところなんです。でフェスの開催を記念してセブンイレブンとコラボレーションスイーツを買ったり、買ってキャンペーンに応募したり、あとなんか商品も出るはずっていう話だったんですよ。なのでフェスのお題にちなんでカスタードやホイップ、あんこのスイーツを買ってきて食べ比べようかなと思ったんですけど、セブンイレブンのスイーツで公式ホームページでフェスにちなんだおすすめが紹介されていたのを参考にしようと思ったら、結構そこで紹介されたスイーツは前からちょくちょく食べていて、すでにレビューしたものことがあるものだったんですよね。なので同じものをレビューするのは基本私のチャンネルではやっていない、もしかしたら何度か忘れてやってるかもしれませんが、のでもう企画を変更して、まあ、それの代表者のスイーツも含めますけど、もうスイーツ好きなだけ乱れ食いしますかっていう形に変更しました。まあ、代表者としてこのふんわり生どら焼き、あんこ代表で紹介されていましたけど、生クリームも入ってます。まあ、生クリームとホイップクリームは全然違うのか。とろ生かまやカスタードの釜焼きシュー、そしてホイップ推しのためのホイップクリーム、ただしホイップクリームだけ入ってるわけではなくて下にケーキ生地もあります。以上は3品、そしてあとはもう好きが出ちゃってきたらいろんなものを食べていきたいと思う。まずはあんこ代表、国産小麦のふんわりどら焼きからいただきますね。まあ、生地はふんわりしてますけど、あんこが結構重いですね。これは美味しそうだ。ではいただきます。おいしいスイーツで気合を入れてスプラのフェスも頑張りたいな。前回は初めておみこしに乗れたから、今回も乗れるように頑張っていくよ。だけどその前にまずは今食べているスイーツレビューだ。よし。まあ、スイーツレビューはそこまで気合い入れてやるほどのものでもないんですけど、それでもしっかり食べていかないとね。あなたはスプラのフェス、どのチームで参加する予定ですか？もし、私と同じチームになれたら嬉しいです。コメントや、で、質問で教えてくださったらもっと嬉しいですって。スプラのフェスもいいけど、今はスイーツレビューだ、スイーツレビュー。しっかり食べて。詳細についてはこの後すぐに説明します。ごちそうさまでした。最初に食べた国産小麦のふんわり生どら焼きは本当に結構ふわっとした、名前の通りの生地と最初にもお話した通り重量感のあるずしっとしたアンケルに甘さが相性が本当に良かった。なのでこの甘さがさっぱりしていて、このあんこだけでもっと食べたくなるようなどら焼きです。で次に食べたのはこちらのわショコラ大福ハスタクジュレ入り、これ確か地域限定のスイーツだったと思うんですけど、結構ほろ苦い味が広がってきた後にハスタクジュレのシュワッとした酸味が口の中でふわっと広がってきて、もっちりとした生地とよく合っている美味しいジュレが美味しかったです。いや美味しいジュレは美味しいで忘れない、美味しいジュレは本当に良かった。はい、でその次こちらのいちごソースとレアチーズの桃色パフェ、まあ、桃色はあくまで色なので中に桃が入ってるわけではないんですが、いちごとレアチーズのさっぱりとした2種の酸味でシュワッと甘酸っぱくあっさりといただくことができました。甘ったるいとちょっとなとあなたが思っているならおすすめです。次バレンタインも近いんでしょうね、セブンも出してましたよ、とろける生チョコ、結
構チョコレートが苦めで、噛んだ瞬間に、すごい、目が開きそうな味わいが広がってきて、朝一番に食べたくなるチョコレートだと自分は思いました。で、その次、ドーナマカスタードの釜焼きシュー。やりとおり、外側の生地が、釜焼きというだけで、少し食感が固めだ。それで、中のカスタードクリームはシンプルに、旨味とコクだけで勝負という印象です。フェスのカスタードチームも、こうその、トロ生カスタードの釜焼きシューに入っているカスタードクリームのように真正面からぶつかってきてほしいですね。で、これに抜いてもうカスタードチームが入らないよって宣言してるみたいになっちゃったから、どうしよう。間抜けなことやった。で、次は、北海道産ミルククリーム大福。まあ、ミルククリームなので、ホイットクリームとはまた違うんですけど、ミルク、まったりとした甘さが口の中でもーっと広がってきて、なんか、強烈なパンチが来るわけではないんですが、どこか心癒されるスイーツになっていると思いました。で、同じ、またまたバレンタインフェアな、濃厚ショコラケーキ。本当に、チョコレートの甘さが濃厚で、さっきの生チョコとは対照的に甘いチョコレートが好きな方をターゲットにしているようなケーキに仕上がっていると思いました。濃厚。ただ、濃厚だけど甘いので、あなたが甘いチョコがお好きならぜひ食べてほしいケーキ。はい、次。クリーム味わうイタリア栗のモンブラン。モンブランペーストの、よし、香ばしさが、違うな。あれはモンブランペーストじゃないわ。クリームだ。モンブランクリームの、香ばしさが、口の中でブワッと広がってきて、結構甘さ控えめ、パンチのある栗に仕上がっていると思いました。あくまでクリームなので、ペースト、ちょっと違うなと思うかもしれませんが、モンブラン好きなら食べてほしい。次。こちらのとろけるホワイトチョコは、濃厚、生、先ほどの生チョコと違って、かなり甘めに寄っていましたね。でも、ミルククリームの大福よりも、より甘さが強いので、本当に甘いチョコレートが大好きで、もしミルク感も欲しいとあなたが思っているなら、ホワイトチョコおすすめです。で、最後に食べたホイップ推しのためのホイップクリーム。あっさりとしたホイップクリームと、シンプルで、さっぱりしている、スポンジケーキ生地の相性は良くて、で、ショートケーキの生地だけ食べているというと、なんか、味気ない印象になってしまいますが、それを、に近い。ただ、ホイップクリーム自体にしっかりと味がついているので、物足りなさは感じなかった。だけど、今回食べた中だと、こちらの、とろけるホワイトチョコが、まったりとした甘さで心まで癒してくれる一番おすすめの商品だと自分は思ったので、代表として、5点とさせていただきます。いや、代表して3名じゃないみたいで突っ込まれそうですけど。で、ここまで見てくださったのは最初に、あれ?と思ったのではないでしょうか。はい。いつもだったらまずオープニングが入って、それからなんですけど、今日はいきなり商品紹介から始めていましたよね。まあ、その理由はなぜかというと、実は新しくオープニングとエンディングの映像を作ったんです。なので、今から、まずオープニングをお披露目しますね。では。今流した映像が、これから新しく使っていくオープニングになります。全体は M 奥の部分に焦点を当てて、結構アップテンポで激しいオープニングをやっていたんですが、で、今回は日記をベースにした、少しまったりとした落ち着いたオープニングにしてみました。なんでオープニングを変えたのかというと、もともと変える気は別になかったんですけど、まあ、去年の11月頃に、それまで自分は編集ソフトにパワーディレクターというものを使っていたのですが、アップデートが入ってからなぜか、なんか編集中にパターンってソフトが急に落ちてしまうことが多発したんですね。それでパワーディレクターの会社のサイバーリンクさんという場所なんですけど、に問い合わせてもなかなか返事来ないし、なんか返事来たと思ったら、ちょっとこういう情報提供してくださいみたいなこと言ってきて、言われたんですけども、その間にもどんどん動画で溜まるんですよね。もうクリオン神社に出てくる野原ミサイル、いや野原家の押し入れみたいに。
立ってしまうわけにはいかないので、編集す、その間の、その、せめてその間の編集ソフトをと探していたら、ちょうど、ちょね、少し前に、アドビのフォトショップを契約していたので、自分、今回、編集ソフトもそれに合わせて、アドビプレミアプロに変えた。まあ、少し前から使ってるんですけど、で、もしかしたら動画を視聴されてる方の中にも、あれ編集ソフト変えたと気づかれてる方もいるか、いらっしゃったかもしれません。まあ、アドビのフォトショップを契約した理由も、去年自分が自主制作映画を上映 S4 の皆さんと、S4U の皆さんと上映した時に、なんで言い間違えてばっかりなんだ今日。らしいと、本当にこれも増える。去年、S4U フィルムギャラクシーに参加させていただいた時にですね、自分の映画のキービジュアルを出してほしいというお願いを受けて、その時作成したキービジュアルを結構、で、増えて、ご好評いただいたので、まあ、参加してる方の中では。で、もうちょっと、デザインについても学んでみようかなと思って、デザインスクールに入った、入ってるんです。今、まあ、まだ完全に、カリキュラムを履修していないので、現在も入っています、ですね。その時にフォトショップを契約してほしいと言われて、契約したのを、で、使ってるんです。まあ、現在は YouTube のサムネイル作成にも活用しています。まだまだ、技術とかに足りていない部分はありますけど。まあ、その関係で、同じ Adobe 商品だから、もしかしたら連携とか取れるかもしれないと思ってプレミアプロにした。それで、まあ、このプレミアプロの話とオープニングがどういう風に繋がるのかというと、プレミアプロだけでオープニングを作ったらどういうものが作れるんだろうと思って、まあ、今回、試しに作ってみたというのが答えに、はい。うん、ね。まあ、新しいオープニングでもこれはちょこちょこ編集して変えていくかもしれませんし、もしかしたらまた前の方が良かったなという声があれば戻すかもしれません。ですが、どうか新しいオープニングとエンディング、で、ともに、この私日常演舞も応援し続けてもらえると本当に嬉しい。で、というわけで、本日は、スプラス3のフェスにちなんだ、で、コラボしているセブンイレブンのスイーツをいろいろ食べた後に、オープニングとエンディングを変更するというお知らせを含んだ動画です。ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、この動画が良かった、セブンイレブンのスイーツを食べてみたいと思ったら、新オープニングとエンディングが、これいいよと思ってもらえたのなら、チャンネル登録、コメント、高評価をしてもらえる、いただけるととっても嬉しいです。では、演舞、終演の後に、まあ、新エンディングの配信です。と言っても、オープニングをアレンジしてるだけなので、そこまで違いはありませんけど、ね。